2019明治安田生命 J1 リーグとこう固めた印象でしたね。そうですね、まあ、両チームに言えることですよ。最初からやっぱり主導権争いのところ後手、このサードボールはここに対してセカンドボールの反応を拾ってから2次攻撃3次攻撃狙いっていうのははっきりしますね。そうですね。おっと、あ、ボールを奪った、シュートゲット、ゴールキーパークソンユンのミスを見逃しませんでした。早い先制点です。まあ、こういう入りですか。ヒトロビッチ監督もですね、苦笑いをした後に手を叩いて鼓舞していますね。はい、右サイドからプッシュの中川、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 センターにアイボールだ、2点目。いや、いいボールでしたね。中川から素晴らしいクロスでしただと思いますね。なるほど、外を使います。菅です。センターに入れて打てるかというところでチャナティックが入ってきました。福森、モナキ、いや、シュート、シュート、追いつき、1点取りました。あと、アシスタントにアピールしに行きますが、今のプレーなんか見ててもそうですけど、少し中盤省略してやっぱり J が入ることによっての高さを生かしたり、はい、まあ、その瞬間瞬間で何が効果的なのかっていうところを見逃さずに使うってことですね。そうですね。もうここも負けていません。進藤カットします。はい、進みます。マキスラ、おー、ドリブルででも行く、カットしました。おっと、さあ抜けた、キーパーと1対1かわしてシュート、ゲット、すごい復活をアピールしますね。勝ちですね。ここまでハイテンション素晴らしいですけどドラゴンボールパフォーマンスです。ルカス・フェルナンデス、ロペス、シュート、チャナティックのシュートです。初めてですね。そうですね。あ、いいですね。クロス、うん、打てるか、シュート、チャナティック惜しかったですね。ヘリング狙っていたのが鈴木武蔵で、あ、これは取りました。さて、わあ、決めました。これで4対1。さあ、宮澤真ん中に送ります。深い、飛び込んでいって、おパスにした、シュート、ゲット、1点返します。札幌です。ありません。でタイムアップです。フルタイムを戦って4対2、横浜エクバリドス優勝を狙っている今シーズン、また勝ち点差を重ねました。どうでしょうね。そうですね、よく走りましたね。しかし開始1分から